前回ね、拠点に自動販売機を設置して、だいたい1日が経過します。で、拠点はね、抜かれることなく無事で、自動販売機の売り上げをまずは確認しようかな。どれぐらい常勤になってるか見てみましょう。おー、結構売れてるね。売っていたものとしては、ガレージドアと、ワークベンチレベル2、そして火炎放射器、チェーンソー売ってたかな。ガレージドアはね、7枚ほど売ってたんで、まあ、完売とはいかなかったけど、3枚ぐらい売れてるね。ワークベンチレベル2はね、確か、常勤35とかで売ってたかな。40ぐらいでも売れたかもしれないですね。もうちょっと値段上げてもよかったな。まあでも火炎放射器とかチェーンソーも売れるということが分かりましたね。で、やっぱり始めたての人が多いっていう感じなのかな。売れたアイテム的にも。まあ、ガレージドアはね、そのまま販売を続けたいと思います。まあね、ドローンオンリーの拠点なんで、まあ、外にショップ出してたらもうちょっとちゃんと売れてたかもしれない。まあでも、今は大体みんなドローン使うか。ショップでね、ワークベンチレベル2がね、完売したんで、ちょっとね、風化拠点をね、探しに走り回ってみようかなと思います。もしかしたら、剥き出しの拠点があったりして、まあ工具棚とかをね、壊せば手に入れられるかもしれないんで、それを求めて走り回ってみよう。また、隣の拠点はアクティブだ。まあでも変わらずね、見たことないんですけどね。この辺結構拠点できてるな。新しいやつ。ん？あれ早速風化か？拠点の外にワークベンチレベル2が置いてある。リサーチテーブルとかもだ。まあでも風化ではないっぽい。まあ夜になってしまったんですけど、満月なんで、まあ、うっすら見えるね。異教科の拠点がある。これ、火炎放射器でレイドしてもいいかもな。まあ、後で抜きに来てみよう。エアドロが飛んでるね。あ、今落とした。夜だし行ってみるか。風化拠点っぽいのあるぞ。まあ、でもエアドロ先行くか。なんかここも風化拠点っぽいな。まだワークベンチはなさそう。エアドロー近づいてきてはいるんだけど、サプライか。落下点誰もいないよ。いない。あんな感じで落ちるんだ。え、すげえ。回転し始めた明かりが。いや、これは目立つわ。やば。なるほど。なんかソロだと取りづらくなったな。風化拠点前来たけど、見た感じチェストとかなさそうだな。なるほど。ワークベンチもないね。またエアドロ飛んできたんだけど。まあ、次はサプライシグナルだろうな。ロケットレイド起きてる。なんか思ったより風化拠点ないっすね。もっと存在してるのかなと思ったけど。ここにも木の扉の拠点がある。2×2 だ。さっき見た気境下の拠点と同時に燃やしちゃおうかな。あれ？ここの拠点抜かれてんの？生きる前って感じか。結局、ヒアとか使わなかったけど、無事帰宅。よし、じゃあ今から燃やしに行こうと思います。ドローンが来た。え、俺の拠点に入ってたぞ。ガレージドア売れたんだ。なんか売れる瞬間見れたら嬉しいね。販売してよかったってなる。先に崖の方にあった石強化の拠点から燃やしに行こうかな。スタミナが徐々になくなっていくわ。長い距離走りすぎてる。異教科の拠点は、まあ、ここにあるんですけど。後回しにしよう。帰りに抜く。ということで着きました。早速だけど燃やしていこうと思います。よーっ。割と目立つからな、ここ。火炎放射レイドやってんぞ、みたいな。すぐに見つかる気がする。7残り。もう1枚あるね。火の両開きはね、すぐ壊れるね。
よ。減りがめちゃくちゃ早い。寝袋はある。え、なるほどなるほど。本当に始めたてだったんだ。かまどもないって、なんか燃やしちゃってごめんって感じだ。俺の拠点からガレージドアを買って強くなってくれ。ということで次は気強化の拠点回していきましょう。よっ、うわ、やべ、足りねえんだけど。よっ、鳥に帰らないと。豚とか殺して提出取ってもいいんだけど。帰るのめんどくさいからね。あんまり減ってねえな。え、最悪、鍵開いてるやん。なんやこの置き方。え、ジャックハンマー入ってる。たまたま道沿いで出たのかな。タンスの置き方もすごい雑だし。壊れた。なるほど。ジャックハンマーは美味しかったって感じですね。まあでもなんか火炎放射レイドはワクワク感があるな。なんか気強化の拠点でもめちゃくちゃ美味しい時とかあるしね。隣の拠点、風力発電機無駄に増えてないか。パレットも置き始めてるし、かまど止まってる。自動販売機、売れてたからね。1枚、ガレージ売れた。先ほど手に入れた石を外壁に変えます。で、外壁用ゲート2つと、外壁18枚作ることができたんで、今拠点ね、外壁1周巻いてあるんですけど、2周目巻きたいと思います。ゲートから。設置していきましょう。ちょっと広めだな。もうちょっと狭めていこう。よし。あれ？やば。マジで？やらかしちゃってるよ。毎度恒例だわ、ほんと。こんな感じの塞ぎ方でいいか。よし、これでいけない。とりあえずこれで2周目負けましたね。もういけない。木が生い茂ってるけど。この辺な、ちょっと坂になってたから、負けづらかったね。一応、2周目巻くことができました。まあ、これでロケットレイドとか来るとき、ちょっと相手はめんどくさくなるかな。で、この辺ね、タンス柱置かないと建築権限がない状態なんで、どうしような、今やっちゃうか。3本ぐらいタンス柱置こうか。この辺はまだ権限あるんだ。で、ここからは建築不可になる。誰が置いたかわかんないタンス柱が効いてる。これでまあ大丈夫かな。上から見るとこんな感じで。まだ前のシーズン30にしたんで、それを思うとまだ小さいと感じてしまう。外壁を2周巻いたことによって、もしかしたら狙われるかもしれないんですけど、
まあ、少しでも抗えるようにタレットの台数とかもね、あと3台ぐらい増やしておきたいな。そして、前レイドしたあそこの拠点取り返されてたり、まあ、自分の近所にね、いくつか拠点が立ち始めてるんで、まあ、火薬系とか溜まりだしたらね、どこかしらもレイドしに行きたいな。